じゃんけん。いやあ、せつやけいすけだよ。ドラワレの館、今回から第4章入っていきたいと思います。気づいたんやけどさ、これまで襲いかかってきた順番がさ、よう見たら若い順番なんよな。確か関係としてはチルが一番下で、その次にこいつ、お前の名前モルホか、モルホで、でこうローリーが来たわけやけんさ、次さリーグルが来るんじゃないかなってさ、くじ引きで決めとる場合にはなぜか若い順番になってる気がするんよな。これそうなんかな。やってきまーす。第4章、忘却の代償。忘却の代償、なんかその言葉の意味だったら、なんかミサちゃんが自分の意思で記憶を失ったみたいな言い方やな。なんかあるんかな。まあいいや。私たちは薬草を手に入れるため中庭へと来ていた。ハル、どれが薬草かわかる？これでわかったらハル君識学ハル君すごいよ。ハル君めっちゃ勉強してるよ、これでわかったら。なんなのよハル君、将来的に医学とかそういう方面の仕事つきたいと思ってるの？確かここら辺だと思うんだけれど。とにかくまずはそれっぽいやつ探そう。それっぽいやつで探しちゃダメだと思うぞ俺。考えてみ、道端に食べやすそうなやつみたいな、食べられそうなやつみたいな草が生えとったとしてさ、それ持って帰って食べてみ、もしかしたら腹壊すかもしれんよ。ミサちゃん、植物に関してはそれっぽいやつで探しちゃダメだと思うわ俺。何もしないよりかはマシだよ。ごめん、確かにそうかもしれん、ごめんだ。そうだね。ああ探すんか俺が。これは？ん？これってネローニが持ってたカバンだよね。どうしてこんなところにカバンを落としてどっかに行っちゃったのかな。とりあえず勝手に浮かさない方がいいかも。俺ネローニがどんなもんカバンに入れてるか気になるんやけど。もしかしてまた旅とか入れとうかもしれんで、ね、また旅とか、また旅もしかして毒に効くんちゃう、毒に効くんちゃう、また旅。そんな効果はないか。めっちゃ光ってますけどね。調べてってめっちゃ構まってほしそうに光ってますけど、いいん、いいの。なんかおるよ、なんか変なおるよ。ちょっとハルくん、なんでお前そんな変なやつの隣で、うん、ハルくん隣におるやろ変なやつ。何かいる？何か、ハルくん普通に隣におるけど大丈夫な？あなた逆走を探してるの？いや誰なんすか、誰なんすか。すごい不穏な BGM 流れてますけど誰なんすか。え？だ、誰かいるの？私逆走わかるわ。誰だよ、その前に名乗れお前。身分を名乗りなさい、身分証明書を出しなさい。お前はあなた私の声が聞こえるんでしょう。うん、何の毒に侵されてしまったの？マンドラゴラの毒なんだけど。マンドラゴラ、マンドラゴラに効く薬草は赤い小さな花をつけてる。赤い小さな花？あなたは一体誰なの？そんなことを話してる時間はないんじゃない？いや、好きになるやん、お前。いきなりそんなすごい不気味な見た目で出てこられてさ、薬草を探してるのってやつ。怪しいじゃないですか。まず身分を明かしてくださいよ。話はそれからですよ、普通。どうしよう。信じてもいいのかな？でも、自分ではどれが正しい薬草なのかわからないし。ここは一か八か信じてみよう。その話は本当なんだよね？もちろん。私は嘘はつかない。うさんくさい見た目しといて。ハル君、うさんくさいやつがおるよ。おるよ。え？わからんのかい？
ここにありそうとか堂々と来たわけで、来たけどさ、ここで見たことあるみたいな話になっとんかなと思ったら、ちゃうんか、お前。でも、いや、早く薬草を見つけなきゃ。そうか、こいつ頼りにするしかないな、今は。でも、自己主張しとうもんな。赤い花がピカーって光って自己主張しとうもんな。僕だよ僕が毒を消すことができるよ僕だよ。この中に赤い小さな花があるはず言っちゃったもん。ここにあったなっていう前提で話しとってたよ、お前。あったこれだ。それで間違いないわ。その薬草でマンドラゴラの毒は解毒できる。よかった。あの、誰だかわからないけど、ありがとう。消えたー！誰だったんだろう。ジンの。小さい頃に亡くなったお母さんかな。あれ？消えちゃった。一体誰だったのだろう。で、今はそんなこと気にしてる場合じゃない。早くジンにこの薬草を届けないと。ハル、薬草あったよ。え、ほんと？よくわかったね。早くジンに飲ませよ。飲ますようだなんか、そもそも。よう考えたらそれ飲ますようとで使うやつなんか。傷口に塗り込むとか、そういう用途のやつもあるんじゃないか。あ、やばい。さっきのお姉さんに使い方も教えてもらっとった方がよかったんじゃないの。私とハルは急いでジンの元へと戻った。ギューあ、そういう効果音の助長いらないですか。すいませんね。鬱陶しいですよね。ジン、大丈夫？さっきより顔色が悪いね。いや、ジンはさ、エッチな妄想してる時っていつもこんな顔なんだよ。早くこの薬草を。私は中庭で入手した薬草をジンに食べさせた。いや、食べさせるんか、本当に。いや、どうにかしてすりつぶしてさ、傷口に塗り込むとかあるじゃん。その用途まで教えてもらえんかったもんな。とりあえず飲ますしかないんか。わあ、ジン君、エッチな妄想してるから、すごい息が荒い。あ、少し顔色が良くなったかも。よかった。それにしてもすごいね、ミサ。よく薬草がどれか分かったね。それなんだけど、中庭にいたとき、変な声が聞こえて。変な声？うん。それに何かふわふわしたもやが見えたの。何それ。もやだったんじゃ。もやに見えとったんじゃ。もうこれには完全に人の形で見えとったけど、もやだったんじゃ。無事間に合ったみたいだね。うわあ、また聞こえた。え、僕には何も聞こえないけど。ミサ、ちょっと使いすぎて頭いっちゃったんじゃないの。この部屋の中に入ってきてるみたい。入ってきてるの。うそー。ほらここだよ。うわー、あなたは私を感じるんでしょう。やめて。せめてもうちょいはっきりした姿でできてください。私の願いを聞いてほしいのを。まず名乗れや。一刻を争う事態は避けられたやけん、もうそろそろ名乗れや。もう大丈夫、ジン君はもう大丈夫だから。あなたの願い？さっき薬草がどれか教えてあげたでしょ。お願いを聞いてあげたいのはやもやもなんだけど、私今少し取り込んでて。あなた住人から鍵を集めてるんでしょ。この館から出ていくために。どっから見てたんですか、それ。どうしてそれよ。どっから見てたんだ、ほんまに。私の願いを聞いてくれたら鍵を取るのを助けてあげる。え、
誰なんこの人マジで。どうしてこっちの手助けしてくれる？そしてなぜいつになっても自己紹介してくれない？私、次に襲いに来る住人を知ってるんだ。はい、知ってます。俺も知ってます。リーグルですよね。もうこの年功序列の順番に来てるわけですから、リーグルですよね。第一、夫婦が最後に来るっていうのはなんかなんとなくゲームのシステムっていうか、なんかラスボス汁がするんで分かってました。はい。あなたがいなくてもそれは分かってましたから、はい。もう、俺このゲーム、このショーが始まった時、もうリーグルが襲いに来るなっていう前提で頭始めてましたからね。ほ？本当？本当。だよ。なぜダメだ？今なぜダメだ？貯める必要があったんか今。どうしよう。この幽霊の言っていることが正しいという確証はないけど。でもさっきさ、薬草が本当に効くやつだったもんな。ただなぜ用途飲ませて正解だったのか。適当に飲ませたけど、とりあえず良かったパターンやけどさ、飲ませる用途じゃなかったら、ちょっとジン君、えらいことなっとったよ、今。それはちょっと奇跡だったけどね。さっき、薬草も教えてくれたし、信じてもいいよね。わかった。あなたのお願い、聞くわ。あ、ありがとう。それで、あなたのお願いって何？何？もしかして、あなたも運命の王子様に会いたいとかいう話じゃないよね？それはないわ。そんな運命の王子様とか考える人この年でいないわ。いました。さっきってか前のショーでいました。そしてその女の人に殺されかけました。私の姿を取り戻してほしいの。無理です。そんなの無理です。逆にどうやって取り戻せって言うんですか。無理です。取り戻し方に参考書とかあるんですか。そんなものがなければ無理でーす。はーい。あなたの姿？そ、そう。うん、それ無理。朝倉涼子みたいな言い方するぞ、お前。鈴宮春日の憂鬱、朝倉涼子みたいな言い方するぞ。私の姿を取り戻すには、あ、方法あんの？私にとって大事なものを取り返さなきゃいけないの。なんすかそれ。大事なものってなんすか。昔恋人にもらったペンダントとかそんな感じですか。大事なものを取り返す。それはこの館の中のどこかにいる欲張りな幽霊に奪われてしまった。欲張りな幽霊探さなあかんのか。わー、なんかでもさ、あれやな、あのおたまじゃくしのスープ運んだ時に幽霊にすごい襲われたけん、ちょっと幽霊にな、んかトラウマがあるんよな今。嫌やな、欲張りな幽霊とか探したくないな俺。でも探さなあかんか。欲張りな幽霊？暗い、とても暗いところにそいつはいる。暗いところ？地下かな。そこにあなたの大事なものを奪った幽霊がいるのね。うん、わかった。探してみるね。ありがとう。でも気をつけて。あいつはとても恐ろしい。それ言うたらこの館のものって結構恐ろしいものあったけど、今更なんですけどね。ねえ、さっきから何話してるの。僕置いてきぼりなんだけど。ごめんな。あ、ごめん。ハル、これ私この幽霊のお願いを聞くことにする。え、どうして。それから私はハルにその理由を説明した。その幽霊の姿を取り戻すために、欲張りな幽霊に奪われた大事なものを取り返すってこと。ややこしいな。情報量が多いな、なんか。そう、みたい。まあ、それで次にミサを襲う住人を教えてもらえるなら、結構いい取引かもね。はい、その前に俺知ってます。刹那圭介知ってます。もうリーグルでしょ。もうこの流れからしたらリーグルでしょ。俺知ってます。リーグルが来ます。はい、なんでその代価としてミサちゃんのおっぱい触らせてください。うん。じゃあ、私は先に行ってる。早く来てね。とても暗いところに。
バイバイキーン。そう言うと、その謎の声の主は消えてしまった。じゃあ行ってくるね、ハル。うん、頑張って。ジン君大丈夫かな。全然話に入ってこんかったけどさ、ちょっと容体は悪くなった、良くなったとはいえ、まだちょっと歩くとかそういうのは無理なんかな。薬草は飲ませたけど、まだ少し苦しそう。あれ、どうしてだろう、なんだか胸の奥が痛い。ジン、早く元気になってね。恋してる。胸の奥が痛いとか好きな人が倒れて起き上がれなくなった時の好きな男の人を思う気持ちがあるのかな。え、ミサちゃん、ジンクの方が好きなのか、ハル君よりもジンクの方が好きなのか。は、三角関係に動きが見えてきたぞ。ハル君頑張れ、ハル君頑張れ、負けてられんぞ。おお、どうしたどうした。早くあの幽霊の言ってた暗いところを見つけなくちゃ。でも暗いところって一体どこだろう。地下っぽいよな。お、どおどどどど、一番最初に思いつくんって地下やな。あー、だよねだよねっていうかさ、地下のどこかの部屋と思っとったら地下に降りた瞬間おるんやお前そういう感じなんじゃ。やっと来た。やっと来たって結構早い段階で来たぞお前こっちこっち、棺桶部屋か。欲張りな幽霊はあの部屋にいる。そうか、この棺桶に、棺桶で眠ったやつの魂なんかな幽霊って。早く来て。誰なんだろう。だとしたら誰が眠っとんだろう。そしてそこに誘さなってくるっていうね。うお、初めて入ったらすごい不気味。動かんやろなお前、動かんやろなお前、俺鎧が動くなんかさ、よくありがちなんやけど、王子様も我々が守るとかもう不気味なこと言いよんねんお前不気味なこと言ってるやんお前。あー怖、触れないでおこう。誰なんだろうなこの棺桶に入れられてる人って。ほら、あそこ。あ、おお、お、なんかすごい気持ち悪いやつおるなんかすごい気持ち悪いやつおるんやけど色合いがポケモンゴーストとかゲンガーとかそのあたりのやつやん本当だ、あそこに何かいる。彼女が欲張りな幽霊。確かに欲張りしそう、欲張りしそう、特に食欲がありそうな感じやなお前。あれが彼女が私から奪った、大事なものを持ってる。早く行こう。うん、うん。でも気をつけて、彼女はとても危険。わ、わかった。すごい見た目しとんなこの人。私の大事なもの、早く返して。お前の大事なものを返すわけないだろ。これはもう私のものだよ。違う、私のもの。いきなり来てうるさいやつだね。わあ、こういうやつおるわ物語に、おるわよく物語に最後富も栄誉もなくしてガーンってなるやつやんお前たちやっておしまい。あ、ドロンジョみたいなタイプだったえ、な、なに。気をつけて、何か来る。やめろ、ニュータイプみたいな顔を働かせるなお前。シャアが来るみたいな感じじゃないんだろお前。うわあ。や、やばいよやばいよやばいよ。出川哲郎、看護医から何か出てきた。ギャーせいぜい逃げ惑えばいいさ、私はおさらばするよ。あとはやっておしまい。やめて、どういう走り方だよ。俺変な走り方してるんだお前てか幽霊足あるんかちょっと待って。まずはその前に、あの棺桶から出てきたやつらをどうにかした方がいい。あんたどうにかできないんすか。幽霊みたいな見た目してるんやけどさ、なんか
なんかあるだろう、なんか超能力ってか、なんとか年歴とか、そういうの使えんの、見た目、そういう見た目しとるぞ、お前は。そうだね、そうだねってさらっと言うけどさ、えらい状況なんだぞ、お前。わー、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 どうすればいいの？なにこのエヴァンゲリオンの量産型の白いやつみたいな。やばいよ。倒したら、全員倒したのに後から復活して襲いかかってくるっていうアスカのトラウマが始まるよ。よう考えたら、ミサちゃん髪型、髪の色がちょっとアスカっぽいところあるような。どうでもいいや。あー、カモキなんかあるん？おい。あ！味方にできるんじゃないの？この鎧を。私、王女様。私、王女様。私、王女様だから守って。守って。守って。私、王女様。私、王女様と認められませんでした。残念。おー、早いやつおる。めっちゃ早いやつおる。めっちゃ早いやつおったな、今。うわーん。どうすればいいんじゃ。ガチャガチャ。ダメだ。そう。これでもあいつのせい。どうやってするんか。そのどうやってするかっていう手がかりがね。なんか、簡単に壊れそう。壊してみよう。消えたー。なるほど。あ、よう考えたら開いとるやつがちょうど人数分あるんやな。開いとるや、棺が。そういうことだったんだな。ワン、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 ビュータステーステ、同じ風の中。いやー、壊したよっしゃ。一番早いやつが壊れたのはちょっとでかいぞ。けどさ、ミサちゃん、棺桶は古いからってさ、簡単に壊れそうやけんさ、簡単に壊れそうやけんかっていう理由でさ、だからって壊してみようっていう発想にはならんと思うよな、俺は。まあ、それが正解だったらいいね。よかったものの。壊れそうやけんって壊そうっていう発想にはならんと思うよ、俺は。なんとか助かった。よかった。これで全員倒したね。開いた。え？開けるんだったら開いてくれよ、最初から。新垣だやん。そしてこれは何なん？墓標か。何があるんだ、この先に。この奥に欲張りな幽霊がいるのね。気をつけて。あいつはかなり危険。どう危険なんすか。危険って言うてもいろいろ危険があるでしょ。理由、いろんなニュアンスの危険あるでしょ。何なんだろう。あ、なんだ。セラッとなんか金やって調べてみたけど、鏡の破片。ね、ちょうど割れとるところもあるしね。何なんだろう。ミラーワードから仮面ライダーが出てくるけん、それを防ぐために鏡割っときましたみたいな感じ。仮面ライダー龍騎。破片がまだ落ちてる。まだある。おお、3枚目。なんか先に集めちゃった。何の用途で集めればいいんかは分からんけど集めちゃった。元に戻すんかな、これ後で。あ、はめた。なんか知らんけどはめてもた。落ちてた破片はこの鏡のものだったんだ。どうしておられていたんだろう。やばいな。鏡の世界から化け物が出てくる剣割って入ってこんように、こっちの世界に入ってこんようにしようと、そういう感じだった。だとしたら戻したのはちょっとやばいぞ。やばいよ、やばいよ、やばいよ。永遠の若さ。はいはい、来たぞお前。いや、まだいたのかい。返して、私の大事なもの。いい加減、しつこいんだよ。この手で直接殺してやる。いや、やばい、逃げないと。こいつも倒し方一緒なんかな。こうちゃんと、よーっと危ない。ちょっと距離を取って、あ、きっと棺桶を壊せば欲張りな幽霊は消えるはずだよねとか。いや、やめて。ミサちゃん、その言い方だったら壊しても多分倒せないと思うな、それ。その言い方ちょっとだ。え？どうして消えないの？ギャーハハハ！お前に私を倒すことなんかできないよ！とやったらもう一つしかない。てか、こっちの方が正しいと最初から思っとったけど、なんとなくこっちを正しくしただけ。この鏡ですよね。鏡で吸い込んでもらうかな。鏡には自分の姿が映っている。
あ、違うの？ああ、そういうことか。こいつを目の前にしたら、私のものを奪おうなんて許せない。あ、映っちゃった。映っちゃった TV。え？なぜだ？なぜ鏡が元に戻っているんだ？直しておきました。お代はいらないよ。いやいやこの鏡に映ってるのは私じゃない。私はこんなに醜い姿なんかじゃない。うわあ！その瞬間、欲張りな幽霊は苦しみながら消えていった。あ、そういうタイプのやつなんだ。自分の醜さに対して嫌気がさしてこの世を去っていった哀れな幽霊。今のは一体？あいつは自分の醜い姿が嫌いだった。だから鏡を見ることを怖がっていたの。そうだったんだ。なるほど、だから自分で終わったんだよ鏡よ。わあ、こいつが王女様になったら自分の国の鏡全部壊しそうやな。しまいにはガラスとか自分の姿が映るもん全部壊しそうやな。でもこれで私の大事なものを取り返せた。ん？そこにはかなり古い指輪や耳飾りが落ちていた。これが奪われていたもの？そう、これ。すると次の瞬間だった。どう？え？誰？かわいい